おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ご無沙汰です。2週間ぶりだべや。ちょっと実況すんの、いや引っ越しのことでやっぱ思いのほか全然本当に撮れなくて、動画でやり過ごしてた日もあったしね、あのなんだかんだで、引っ越しのパソコンの環境だけは落ち着いたんで撮ってます。周りにゴミが散らばっております。ご無沙汰です。ティアと申します。いやー引っ越しもなんとか落ち着いたで、もうなんだかんだよ。そして本業に戻ってきました。ライブではね、ちなみにね、結構悲しい目に遭っております。よし、感覚取り戻すためにね、動画ね、どんどん上げていきたいと思います。行ってみよう。いや久しぶりだ。2週間ぶりのさ、マスタークラス大会もうそろそろ行くか。あれ？フレッシュマン全部終わってるよね。そうだね。じゃあマスタークラスいよいよ行きますかね。はい、マスタークラスね、3つあるんですけど、まあ、この中でね、何を一番先になるかっていうとね、大体の人がバトルマスターが賢者に行くんですよ。私もちろんモンスターマスターでさ。いろんな実況者見てきたけどね、モンスターマスターからやるやつ見たことねえわ。大体みんなバトルマスターかな。うん。8割バトルマスター、2割賢者なんですよ。モンスターマスター0割ですね。私しかいません。はい。だけど、まずはモンスターマスター。もうね、僕といや、もうこれですよ。もう、一発でクリアします。任せてください。大丈夫かな今。今の一発でクリアしますからさ、めっちゃエコーでさ、何回もさ、一発でクリアします。すごい、言わせて、大丈夫だよね。さあ、モンスターマスターね、大会のね、始まりましたよ。でさあ、まあまあまあ。でも、一応モンスターマスターが僕ね、一番やってる説ある。メタパニダン、ちょ、部が悪すぎるんちゃうか。ちょっと待って、それは部が悪すぎるんじゃないかい。ギガントドラゴン勝つやろみたいなさ、夫人やめてくれとか、モンスターマスターにでもなって合体モンスター使うんじゃねえよ。さあ、来ましたよ。ついにマスタークラス大会やってまいりました。ここに最強モンスターマスター決定戦の開催を宣言いたします。ね。来たよ、上級職ですよ。モリーといえばでもモンスターマスターが一番好きそうだよね。一番モンスターマスター好きそうな顔してるもん、こいつ。ハイレベルな戦いを期待してるぞ。ね、モンスターマスターのね。あ、ヒナーちゃん。そう、ヒナとブーやんだよね、確か。僕頑張ったよ。お前キッスで仕留めないと、今回もキッスで仕留めてやろうか。モンスターマスター大丈夫だ、大丈夫だ。お前らはいいよな。おめえらはいいよな。さあ、私もね、いろんなチームで、多彩なチームで戦おうかな、今回。4戦ともじゃあ違うチームっていう縛り使ってみるか。さあ、なんだっけ。リリッピー、軍隊ガニ、プテラウドン。軍隊ガニ怖え。よほど事故はない限り大丈夫だと思うけど、軍隊ガニ怖すぎるな、このパーティー。横二人はまあ、事故が起こらん限り大丈夫だが。モンスターマスターといえばマスターダブルスキャン。3体とマスターダブルスキャンパーティーですね。はい。きっちりちゃんとね、私、脳内で把握しておりますんで大丈夫です。コンセプトはできています。このチーム懐かしくない？いや、このチーム超懐かしいんじゃない？なんか、動画を見てくれた人だったら分かってくれるんじゃないかな、このチーム。そう。僕が初めてモンスターマスター大会で使ったパーティーですよ、これ。いいよね。いや、ま、原点にして頂点みたいなとこあるんですよ。はい。スターキメラが出てきましたよ。出たよ、スタッチ。頼むぜ、今回。1戦目で負けたらお前ただの先輩だからな。キスコちゃんがまず行きます。ここでキスコ、凍える吹雪を吐き出しますよ。行きますよ、くるっと行って。はい！あ、でも待って、凍える吹雪効くこれ。硬かった。頼むぜ、デューだ。はい！よし、OK！よかったね、よかった。せーの。はい、よいしょ！いいね、デューはドラム化しさえ当てればってとこあるからね。さあ、スタッチが灼熱の砦を襲いかかる。へい！お前ら今んとこひどいことになったぞ。今見てる限り、え、何使ってきたっけ。やべ、忘れてる。うん、なるほどね。比較的無害な方です。比較的無害な方のね。ただ勇気の補正が素晴らしいから、敵の勇気補正がやばいな。これはこれでちゃんとしてみられるといいんだけど。さあ、ギラです。大丈夫でしょう。26。なんでデュラハン26買ってんやん、お前。デューラ勝てえなあ、ギラに。灼熱に強いからな、もともとがな。スクルトを唱えていく。スクルトはもう意味ないよ。勇気はね、そこそこ溜まるけど、確かに。なるほどね。さあ、キスコ、今度は頼む。プテラードンに当てよ。言うてプテラードンに当てれるから、ちゃんと。大丈夫。さすがに当てれるよ。オッケー。3と当てればこんぐらい出るからね、さすがにね。ブレスは強いから。ちょっと待って。やるよ、ガンガンすんな、これ。これちょっと待って、眠りながやばすぎるな。スタッチ！おっと、
スタッチ、先般かますのやめろって。しかも2回かよ、2回効果でちゃんと眠りの発動するのかよ。はい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 、危ねえ、怖すぎ。デューラー頼むわ。ここでデューラー、当てろ。よっしゃ、スクルトの上から叩いていく。もう回心出しちゃおうぜ。うわぁ、きっつ、これ3ターン目まで決めれっか。ギガ電撃ちまーす。ちょっとこれね、怪しいな。向こうの勇気補正も始まって3ターンで勇気溜まること考えると、実はちょっと危ないんですよ、これ。一見すごく危ない戦いになってます、実は。どうだ、怖い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 。ツイバム、ツイバム怖いね。ここで痛恨一発でやると向こうの勇気溜まってもおかしくない。はい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 。ここでデューラが動く。おっと、これを当ててほしいぞ。当ててほしいぞ。おめえら、外れたはダメなんだよ。わかる？頼むぞ。おっしゃ、全員当てる。よし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 、あとはキスコで。ここにいる吹雪で全員当てたら勝ちね。オッケーオッケーオッケー。頼むぞ、頼むぞ、お前。お、全員先輩になってるぞ、今回。いいとこないぞ、お前ら。よかった。初戦から見せてくれるんじゃねえか。なんだっけ、2回戦のチーム、どんなチームなんだい。忘れてた。こいつら全員これだ。チミ毛量。お前動画でも紹介したやつじゃん。全員カウンターとかいう雑なパーティーじゃん。まあ、したら単体攻撃にしたいんで、もう開き直って全員単体攻撃にしました。開き直りすぎでしょ。いくらなんでも開き直りすぎなのでは、このパーティー。もう魔人の空自体出すわ、ちょっと。今回は迷わなかったね。めっちゃ待ってたよね。カチャカチャカチャってしてたよね。いきます。ほぼ会心出るからね、これね。75% だからね、会心。もう3体とも会心出していこう。うん。さあ、向こうが様子を見ようがね。様子見ても1回しか攻撃されないみたいなもんだから、こっちは。で、サソリアマや牛座が賢ければ、余った1体には大丈夫やと思う。オッケー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 。まあ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 。これでね、賢ければちゃんとイエティになってくれるから。全員カウンターした場合は変わってくるけど。あー、イエティにやっていこうか。じゃあ、足払いを。バカ。まあ、回心出そう。よいしょー、テールハンマーを。テールハンマーを。イエティに。はい、それビッグアイ。はい、ドーン！オッケー、ラッキラッキー、620キロ発。620キロはやべえな。君たちは全員さ、挑発した方向に向かって突進してるよ。わかっているかい？いいね、牛様。一旦でもうさ、すべてを取り返してんな、こっちは。まあ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 。ダメージです的には、まあ、勝ってくからね。魔人の感じで様々で勝ってくからね。よく3人とも感心出したわ。スノーボール。まあまあまあ。おー、いいね。まあ、ここは火力のある3択を選んで、お前が挑発するんかい。君もか。まあ、わかるけどね。コンセプト的には仕方ない。たまにこいつら、誰もやらないわけだな。ビッグアイが残った。さあ、行くぞ、スカルン。灼熱切りで会心出していこう。はい、よいしょ！いいね、しかも、ちゃんとビッグアイになった。賢い、賢い、賢い。突進を。はい、イエティに撃っていく。牛田は行くぞ、牛田は。おし！いいよ、いいよ、いいよ。あとはもうサソリアーマーがやってくるから。うちのね、サソリアーマーくんがやってくれるから。大丈夫だよ。分裂をね、ここでまあ食らうは仕方ないよ。大丈夫大丈夫。はい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 。逆転補正、逆転補正なければ勝てる。ここでテールハンマー。行くぞ、サソリハンマー。サソリハンマー、行くぞ。シュイ、オッケー、よく当てたー。勝負あり。いやー、まあとりあえず無事にね、1、2とも行けましたよ。はい。で、そうするとね、準決勝がひなちゃんになって、決勝がブーヤになります。はい、ひなちゃんだ。あの可愛い表情させてやんよ。ひなちゃんのパーティーってね、なんか真ん中にハグレメタルがいてね、横にライアンがいたんじゃなかったかな。あ、そうだ。ハグレメタルの両脇がめちゃくちゃごついんですけど。だね、あの、よく見るやつだよ、もう。これね、よくある典型的なね、ミスパーティーってやつだよ、教えてやるよ。というわけでね、ハグレメタルいいけど呪文をぶち込みます。ハグレメタルがいますけど、そんなに怖くないんですよ、ぶっちゃけ言うと。呪文ぶち込もうと思います。はい。このハグレメタルはヒットアンダーウェイで確かに逃げるんですよ。ただ、動く敵のライノソルジャーは呪文に弱いと。よく勘違いされる典型的な例として、
まあね、一体呪文の弱いやつを入れる。その後ね、それをね、カバーするためにね、メタル系を入れる。そうした場合、まあ何度も時々動画で見てる方はわかると思うんですけど、判断力っていうものがこのゲームにありまして、まあいいわ、どっちでもいいわ。判断力っていうものがこのゲームにありまして、はぐれメタルと、まあ動く石像、呪文聞くのはどっちですかって考えた場合、絶対動く石像です。つまり、このデインは、はぐれメタルでは絶対に行きません。これ判断力が高ければ、デインは、はぐれメタルで行かないんですよ。ほら。弱点、よく聞く方を狙うからね。判断力のおかげでね。ごめん、ドルマじゃなかった呪いのアームだけ見える。まあそれでも賢い方、そうそうそう、ほらね。ちゃんと賢いから動く石像を狙う。ね、これ呪ってこうか。はい、オッケー。はい、オッケー。オッケー、オッケー。そうそう。賢ければね、メタル系を狙うことはない。で、かつね、呪文使い、こういう呪文使いには、あまりね、変なやつがいないのよ。AI が。呪文使いは基本的に賢いんで、あまりメタル系をね、狙うことはほとんどないかなっていう印象ありますね。はい、ゴクラウ。あ、呪いで動かないの、呪いで動けないのドンマイだね。じゃあ、呪文ボンボン打ってこよう。どんどん打っちゃうよ。そう、この呪文さえ、単体呪文の賢いや電柱であれば、はぐれメタルを打つことはないんで、基本的に。おっとっとっと、これはない。ホースデビルは止まるか。お、まあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。ホースデビルは止まる。うん、仕方ない。まあ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 、いいよ。さっきね、ドルマでさりげなく400出しとったらね、君見とったらね。このアルミナちゃんいきますよ。このドラムでも手に入れました。アルミナちゃんに二足歩行。ドン！ちゃんとね、まあ、はぐれメタルはもうほぼスルーです。ね、よくあんまやってない人がね、よくあんまやってない人の実況とかでは、なんでハグメタル狙わねえんだよみたいに言うやん。これハグの判断力なんですよね、要は。判断力の問題で、まあ、動くか動かないか、ハグメタル狙うか狙わないかが決まってるんで、基本的にまあね、呪文がね、メタル系に行くことはあんまないんですよ、固めない限りは。ドルーマナイスー、動く石像暗黒に多いからな。動く石像暗黒に超弱いからね、言っとくけど。アナウンスあるほど弱いわけじゃないけど、確かに。そう、アナウンスあるほど弱いわけじゃないんだけど。おー、初出勤動く石像、倒れかかる。なんやこいつ。倒れかかってきた。うわー、ホースデビル超余計になってか、さっきから。ここはまあ、このターンに攻めます。呪文パーティーっていうのはね、もう、ハグメタル狙うのはほとんどもないんだよね。たまにね、まあ、判断力のブレが生じて、メダルを狙うことはあるけど、まあ、8割くらいちゃんと狙うと思うよ。8割狙うでしょ。ヒットアンダメするんじゃ逃げるでしょう。逃げようが何にしようが、どうせドルマとか打っても、どうせドルマとか打とうが打たまいがね、この3人が メタルを狙うことはほぼないと言っていい。はい、デインが、行くぜ、皆さん、久しぶりです。行くぜー。あ、ミサカサカ。ドン!33 対4。なんや、話に関係ないやろ。さあ、まといげね、決勝前スッと行きました。あ、かわいいね、ひなちゃん。ひなちゃん、ちょっとさ、そのやっぱ、その格好ちょっとさ、俺的にちょっと刺さるから、ちょっと、今日夜合わないね、モンスターが大好きで、モンスターもそれでに答えようと頑張って、必死に戦ってね、ひなちゃん、今のはごめんよ。はぐれメタル全然活躍できなかったね。はい。決勝戦ね、ブーヤンですよ。悪魔系でね、こいつね、3ターン目に確か初見殺しでグランドミラー打っていくんですよ。合体モンスターで、ね、突破する人も結構多いんですよね、ボーンファイターとかのね。はい。まあね、私はね、もちろんモンスターマスターなんでね、そんな合体モンスターに頼らなくても勝てると思います。はい。ハンダダラの原料を使わなくても勝てます。それ勝てるだろ。さあ、ブーヤの決勝パーティーはね、もちろん全員悪魔で固めております。なんだっけ、シャドウサタンと悪伝ホーセビア、あー、はい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 。で、悪魔系モンスター、まがまがしい光がね、事故の元になって、あと3ターン目のこいつグランドミラー撃ってくるはずなんで、それをね、どう対処するか。というわけで、向こうが悪魔なんで、こっちはゾンビでいけます。墓場のエリート集団です。以前紹介しました。墓場のエリート集団で挑みたいと思います。行くぜ。このエースケがね、どんだけ動くかよ。このエースケが鍵と言っても過言ではないですね。光属性が打てるエースケが、いかにこの3体、相手の3体に打点を取れるかっていうところですね。あ、影の騎士も安定してドルマも打てるんで、まあ、ドルマでいいかな。正直悪魔系統がね、呪いにかかることあんまないから、うん。暗黒呪文は悪伝狙えればってことかな。暗黒呪文誰が一番効くんだ。悪魔に暗黒呪文ぶち込んでもさ、効くやついるかな。まずはロンリー城いきます。剣の前に当たっていく。はい、オッケー、よし、ナイス、ロンリー城ナイスよ。お前の通行判定はね、いろいろとね、剣士の毒性苦しめられたかな。ここでエースケ、紋章の過激、ハリショ
おっと、ホースデビル受けたか。ホースデビル受けたけど300取れてる。さあ、ここでドルマいきます。一番弱いの誰？あれ、あ、誰もあんま効かねえか。でも呪いのランもあんまりなんだよな、正直。超美呪いのランも。ダークインパクトここで打ってくるならラッキー。通行出なきゃもうアドよ。はいはいはい、まあ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 。結構食らうな。やっぱ、思いのほか食らうってあるよな。消耗効果も相まって、思いのほかね、ダメージを受けるってことはあるな。思った以上にモンスターのね、能力が強化されて、強化されてるから、敵が強い。そこそこに。串刺しを打ってくる。おっと、オッケーオッケー。ドロールラム打つか。こいつの気をつけるべきは3ターン目なんですよ。グランドミラーとかチート技飛んでくるんで。そのグランドミラーの最高打点が800だったかな、確か。グランドデビルって確か HP が低くなるほど強くなるんで、その800以上は維持すれば勝てるということになります。はい。怖いなぁ。さあ、行くぜ、呪いランブ。確認して。呪いがかかる！悪でも狙っていく！しっかりね。しっかり悪で狙うのが賢い。あー、呪わない。まあ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 。ここでモーションかけきれね。打点取るからね。ここで、どんぐらい出るか。はい！よっと、またまたお前受けてんじゃねえかよ。ホースデビル？まあ、お前、避ける方ではあるな。オッケー、ナイス！オッケー、ナイス！うおぉ、マジかよ、お前。ここでね、3体呪われなければ勝ちかな。これ3体呪われるチンジが発生するとやばくなる。まあ、1体なら大丈夫だ。エースケ？エースケ？エースケ呪われちゃったぞ。まあまあ、大丈夫でしょう。オッケー、大丈夫。もう大丈夫、勝った。ブーヤン、勝利の秘訣を教えてやろう。ブーヤンよ、同じ目に合わせてる。勝利を引く ?DRC、チュッチュイェーイ。またこのパターンかよ。ブーヤン、倒したパターン。イェーイ。まあまあ、全然苦戦しなかった。モンスターマスターちゃんと理解してるんだったら、あんま苦戦しない大会なんですよね。あんまりなんかマスターのスキャンとりあえず把握してないけど、とりあえずなんかスキャンしてみようって人 とかが、下手にね、強化して、苦戦してるのはよく見たことあるけど、俺がやったら苦戦しないわ、それ。全部仕組みが、うわ、僕が、うわ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 、うブーヤン泣かないで、一生懸命バトルした。多分ブーヤン、あの涙は違う。あれ涙じゃない。目からあの汁がどういうやめろ。やめろ、目から汁とか言わない。うん、もうじゃあ頑張るよ。目から汁出てんな。チュッターとか多分ね。ね。いや、ロンリー城めちゃくちゃ頑張ったからね。剣の前になんだか死んだけど、終わらなかったもん、俺は。さあ、モンスターマスター決定戦優勝カード、イェーイ。俺、守る使いが一番楽だ。俺はモンスターマスターが一番楽だ。ああ、上級職だからな。